YouTube 動画をですね、活用していきたいというようないろんな業種の方、特に私の場合は資料の方からね、ご相談いただくことが多いです。でよくいただくご質問としては、やはりこの動画の数をねある程度上げないといけないと思いますけれども、ネタがないですというようなことをね、たくさんご質問いただくことがあります。でこれは私自身は動画を今3800いくつですねアップをしてますけれども、ネタ入れっていうのはあんまり感じたことがないですね。と言いますのは、私ども資料ですからね、日々日常の仕事の上でいろんな経営者の方からご相談いただくことが多いわけですね。あるいはインターネット上の、ホームページのお問い合わせフォームなどで、お問い合わせをいただく、全く新規のお客様からねお問い合わせをいただくというケースも多いわけです。で中にはやはり、私ども専門家からするとですね、ちょっと思いもつかないような、あこういうところが分かりづらいんだなっていうようなですね、一般の本当に経営者の方の素朴な疑問というものをいただくことが多くて、そういったご質問は大変私ども参考になるんですね。多くの経営者の方もやはりそのように分かりづらいことが多いんだろうと思いますのでね、特に私どもの仕事で言えば、やはり年金社会保険関係は基本的な用語が大変分かりづらいですよね。被保険者とかですね、被用者とか、報酬月額とかですね、標準報酬月額とか、標準所要額とか、総報酬月額とかですね、総報酬月額相当額とかですね、いろいろありますね。そういった定義が分かりづらくて、でともすると、ごく一般的な生活感覚でそういったきちんと法律で定まっている、法律用語定義をね、誤解をしてしまって、その結果思わぬ結論とか勘違いをされているケースも多くてですね、そういった質問というのは大変参考になります。ですからそれにそういったご質問いただいたときに、もちろん個人情報はねお出しをすることはないんですけれども、一般化をして、それに対する回答というもののことでね情報をご提供することが多いです。でやはりそういう情報ねのご提供の仕方だと、多くの再生回数もね、自然と増えていく傾向にあるように思ってます。あるいはそういった動画からの、お問い合わせ、も増えているように思います。